います。頑張ってるんですよね。海の向こうにいて頑張ってるメンバーがやってた時の曲を一曲やっていきます。
で、まさか結婚前になんかこれやりたいわみたいなのを言ってたのを僕覚えてて、あ、じゃあこれやろうやみたいな感じで、サビになったらまさやと A ちゃんも一緒になって歌うのこれ結構珍しいですよね、本当にね。だから、まあ、サビになったらバーッこうみんな拳上げてもらったら
すごい気分いいっす。ってな感じで、まあ僕らにはもう何もないんですよね。何もないじゃないか、僕らには何もないじゃないか、何もないじゃないか、初めはみんな何もなかったのに。ワン、ツー、スリして。
最近時計の針の速さ、時の流れの速さ、結構走馬灯のようにこうピューッいきますね。ほんまにすごいですよ、マジで速いよ。ね、本当に速いんですよ。で、なんかね、嫌な、なんかもうなんか勝てないなみたいな現実はいっぱいありますわ、本当に。なんか現実ってなんかクソみたいな感じで描かれがちっすよね。でもなんかまあまあ、こんだけ楽しいの現実やったら全然そうじゃなくねみたいな思ってるんですよね。はい。ね、俺ガスさんの時も言ったけど、なんか俺らやったらきっと大丈夫みたいな根拠のない自信がまだ全然ありまして、その勢いのまま11月末のイブサイまで突っ走っていきましょうや。最後までついてきてください。よろしくお願いします。はい。ね、きっとね、僕らのこと邪魔するやつなんかね、一身上の都合なんですよ。Yeah.
ありがとう。